新名神接続前の各方面からの分岐山陽道神戸方面の分岐点中国道津山方面の分岐点中国道水田方面の分岐点新名神接続後の各方面からの分岐山陽道新名神明信高槻方面の分岐点神戸ジャンクションは兵庫県神戸市北区にある中国自動車道と山陽自動車道と新名神高速道路のジャンクションである 日本の東西をつなぐ高速道路網が交差する交通の要衝となっている。新名神高速道路四日市ジャンクションから続いていたキロポストは当 JCT でリセットされる。共用開始当初は中国道から山陽道を分岐する構造となっており、水田 JCT 方面からの中国道が分岐して、そのまま山陽道の本線となる構造となっていた。 日本の東西をつなぐ高速道路網が集中する交通の要所であり、特に中国池田インターチェンジと本 JCT の間は交通が集中する区間となっており、宝塚トンネルをはじめとした地点で渋滞が頻発していた。2018年3月18日に新名神、川西 IC 神戸 JCT 間が開通したことにより、京都、名古屋、 東京方面への通行が新名神に、阪神地区、大阪市街、近畿道方面への通行が中国道に分散することで、中国道の交通量が約4分の3まで減少した。開通後の新名神を走った利用者は、新名神の線形の良さについて評価していた。また、中国道を走った利用者も、中国道がいつもより混雑していなかったとも話している。なお、 新名神の接続にあたり、山陽道本線と新名神本線が直結する構造となったことで、山陽道方面から中国道すいた JCT 方面へ向かう際に新たに2段階の分岐が必要となった。ありがとうございます。